限に食べられてしまう煮浸しより絶対うまいやばい揚げ出しの作り方を紹介します。白ご飯に間違いなく合いますんで、これが最高に美味しいんで。どうも、日差し割烹教える寺の料理長斉藤です。今日は、驚くほど美味しすぎて無限に食べられてしまう煮浸しより絶対うまいやばい揚げ出しの作り方を紹介します。本当に簡単で材料が3つだけで済んじゃいますんで、最後までご覧ください。材料は鰹節と濃口醤油ですね。以上です。分量も醤油と鰹節、もちろんナスもそうなんですけども、全部お好みで調節してください。普通に洗ったナスをヘタ取りますけども、煮浸しとかはよくあるんですけど、煮浸しって実際面倒なので、揚げて醤油でパパッと食べれる方もこっちが絶対美味しいですし、しかも揚げたての熱々がやっぱり美味しいので食べしてみてください。煮浸しは火で作っといて、しかも冷やしてから食べるとか含ませてから食べる感じなので待ちきれないんですね。料理してすぐ食べれる熱々の料理を選びました。で、切り方がまずナスをヘタ取りました。で、半分にして火が入りやすいように包丁で目を入れます。熱いとこは深く、浅いとこは切りすぎず、こんな感じですね。ここに油が入るとすぐ上がるんで、じゃあ揚げていきます。さっき切ったやつを皮の方から、フライパンに多めの油でやってもらってもいいんですけど、揚げ物なかなか難しいので、めんどくさいので、なんか揚げ物のついでに揚げた油が残ってるよとかいう時にやっていただければいいと思います。フライパンに多めの油で熱してもらって揚げてもいいんですけど、絶対にこの油で揚げた方が美味しいので、こっちの方がぜひ美味しいです。本当美味しいんで、ちょっと騙されたと思って一回揚げてみてください。すぐ火が通るので180度の油で、この油の中でちょっとこう柔らかくなったらもう十分です。あんまり揚げすぎると今度は色も悪くなっていくし、皮がパリパリになって口に残っちゃうんで。ではさっきほど揚げたやつを仕上げます。では普通に鰹節と醤油をかけるだけです。これはもう多めの方が美味しいかな。醤油に使った鰹で、油とマッチした鰹節でご飯を食べれます。濃い口かけます。これも醤油もお好みで、ちょっと少ないなっていう人はもっと多くかけになってください。で、本来たまり醤油の方が美味しいんですが、今回濃い口で完成です。これだけです。揚げナスですね。揚げ浸しより美味しいんで、はい、完成しました。それでは食べてみます。深く切れ目入れてあるので箸でも切りやすいです。美味しいです。白ご飯に間違いなく合いますんで、僕も大好きなので、夏ですね、食欲のちょっとわからないとか時にぜひ試してみてください。ちなみに他の食べ方というか他の味変とかもありまして、鰹節と醤油だけでも十分美味しいんですけども、ちょっと違う味で、鰹節は鰹節でめんつゆとストレートでこのまんま、これぐらいかな、どこにでもある生姜ですね、上かな、ちょっと生姜こんな感じで、これでもさっぱり美味しいと思います。で、これに揚げる時に一口大でナス切ってもらって、ちょっと大きめがいいかな、めんつゆ、生姜、それから大葉とみょうがですね、これも刻んで、そこにちょっと少しごま油を落として、夏の定番そうめんですね、このそうめんと一緒に食べる、これが最高に美味しいんで。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。シギヨシでは北海道から沖縄まで全国400店舗を連携しまして、お客様に晴れの日の特別な体験としてお料理をご提供させていただいております。他のお弁当屋さんとは違います。懐石を器でご家庭までお届けしておりますので、ぜひその特別な、体験をしていただければと思います。気になる方は概要欄からお問い合わせください。お願いいたします。チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。ありがとうございました。